よし、行きましょう。すいません。はい、松吉さんでございます、毎週必ず見ているテレビ番組を3つ教えてください。県民賞以外。県民賞以外見てねえわ。県民賞なんて誰が見るか。県民賞田中さん頑張ってます、うん、あ、どうでしょうテレビ番組。ええー。なんでしょうね。テレビね、僕はね、意外とね、ドラマが面白い時は見てますね。ドラマを見るんですね、うん、だビバンなんか見てます。ああ、ビバン。考察しちゃったりして、はいはいはい、誰がどうなんだろう、誰がどうなんだろうって大抵する、うん、はい、ああ、そうですか、うん、ビバンなんですよね。あとは、そうだな、僕は割と毎日見るのは、あ、こっちでやってるかな、ワールドビジネスサテライト。やってますよ、テレビ東京モーニングサテライト。モーサテ、うん、モーサテ見てはるんですか。モーサテモーニングサテライトでしょ。テレビ東京朝の経済番組です。そうそうそう、金銀白金どうですみたいな、なんか、そうそうそう、相場金銀白金どうですみたいな、なんかありますけど。ナスダックはどうですか。ナスダックニューヨークどうですか。佐々木さんどうぞ。そうそうそう、みたいな、あれ見てんの。まあ、それはなんでですか。経済の勉強。いやいや、勉強じゃなくて、はい、なんとなくこう世の中、なんとなくこう、分かるじゃん。俺全然疎いですよ、株、はいはい、なんか疎いけど、はいはい、なんかこう、要するに FRB がどういう政策を取ったとかさ、そういうのを、うん、なんか見てるの面白いんですよ。雇用統計ですみたいな、なんかそういうの見てる。そういうの見てる。うわ、変な、わけのわかんないグラフが、グラフがね、だいたい出ますね、グラフが。見方わかんない。あれはでもよく考えたらすごい番組ですよね。今どなたがやってんだろうな、あれ。一時佐々木さんやってましたよね。佐々木はもうやめちゃいました、ね、今男性かな。今ね、相内と、相内さん、うん、はい、女子アナが大体、女性アナウンサーです。すごいですよね、うん、テレ東の方はやっぱり経済相当勉強されるんでしょうね。でしょうね、多分ね。もうさて、もうさて、意外やったな。もうモーニングサテライト、もうさて、いや、いい番組ですよ、見てます、本当に。あ、そうですか、うん、石井さん。いや、僕はね、情熱大陸。あ、これは、情熱大陸。それこそね、情熱大陸が何周年の時にね、うんうん、爆笑問題だったんですよ。やりました。あれ20周年かなんかの節目かもしれない、ね、で、しかも、うん、太田さん、太田さんには、2週連続太田さん30分30分。いや、じゃなくて太田田中でした。太田さん30分、うん、次の週田中さんみたいな感じ で、 で、うん、で、なんとなく太田さんがめっちゃ勉強家、うん、で、もう毎日五詩の社説を全部読んでるみたいな、アルファードの後ろで社説読んでるみたいなやつだったやったやった。で、すげえなと思って、次の週田中さんで、で、いやいや田中さんは普通の人です、でもすごいんですみたいな描かれ方をしてて、でも実は一番変なのは田中さんだっていう話でしょ。そうそう、あれもね、あれは、うん、あれは要するにそれこそ2班に分かれて、はい、俺の班と田中班でやるっていうから、はいはい、で、情熱大陸って俺ら4回目ぐらいから出てるんですよ。だから、まあ割と、うん、知ってて、で、いや、それ爆笑問題2夜連続はありがたいけど、うん、田中なんか何にもないよって言ったんですよ。やめた方がいいよって、はいはい、絶対に、はい、あれ1ヶ月ぐらい密着するんですよ。すごいですね。で、俺らはまだ密着嫌いだから、はい、1ヶ月で収めてもらってるんだけど、うん、長い人になっても半年くらい密着する。らしいですね。うん、で、1ヶ月密着しても、はい、田中なんか何にも出てこないから、はい、やめた方がいいって言って、うん、いや、そんなことないでしょ、つって、うん、半月ぐらいしたら、スタッフが俺の楽屋来て、はい、本当に何にもないんですけど、はい、田中。何にも出てこないんですけど。どうしましょう、つったら、言ったじゃん、だから、つって。ほいで、結局田中のやつは本当に何にも中身のないやつで、はい、あいつ草野球やってるところばっかりそれをさ、映してんのよ草野球やってたところ。いや、おっさんの草野球、おっさんの草野球映って、で、後で聞いたら、スタッフに聞いたら、はい、ピンマイクせめてつけさせてくれって言ったら、いや、野球は真剣にやりたいからピンマイク断ったっつってね。なるほど、ね、だから元もなくて、田中がただ野球やってる映像で出てる。でも、男子師匠がいいか、太田、いいか、太田、うん、田中話すんじゃねえぞっていう名言でしょ、あれは。言いましたね、絶対田中でお前が生きるんだぞ、いいか、太田って、うん、こう、あれは本当事実なんですよね。あれ言われました。だからやっぱりすごいんですよ、田中さんは。だから結局それでね、見たら何にも面白くない、はい、俺は結構いろいろ語ったんですよ、お笑いについてとか、ね、語ってましたよ、熱く。田中、いや、ちょっと別にそんなこと考えてませんとか、そうそうそう、そんなことしか言わない、うん、
と数字田中の方が良かったんだよ。ひどくない？すごい。おっさんが何がそれが数字取る要素があるんだよっていうさ。だから意外にみんな田中さんにやっぱ興味があった。あんな屈辱的な経験ないから僕は。うん。ありがとうございます。本当に。じゃあ間もなくロケ現場。ああ、はい。はい、行きましょう。